こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネル、今回は第177回です。はい、もうちょっと期間が経ちますけれども、MacOS 最新 OS のバージョンが 10.13.4 となりました。まあ、通常ね、10.3 から10.4 とね、まあ、1個上がったぐらいだと、まあ、バグフィックスがちょこちょこっとされてるって感じの場合が多いんですけれども、今回はね、なかなか大きな発表があっております。と言いますのが、これまでね 10.13 から10.13.3 まで、開発者向けに、eGPU の機能がですね、隠し機能で備わってたんですけれども、これがね、正式に 10.13.4 の機能としてね、追加されました。はい、というわけでね、もう正式機能となりましたんで、まあ、これからはね特に、MacBook Pro でですのサンダーボルト3付きの MacBook Pro でですね、いい外部 GPU が、安心して使えるということになります。で、対応 GPU がですね、ラデオン RX470、480、570、580、ラデオンプロ WX7100、RX ベガ56というね、非常に高性能なビデオカードがね、アップル公認として並んでおります。まあ、それらがね、使えるということで、従来よりもね、高性能な、グラフィックスチップ、GPU が使えるということは非常に嬉しいニュースです。はい、というわけでね、ヴィンテージコンピューターも eGPU ボックス、 eGPU シャシ、今のところね、OWC マーキュリーとアキティオの2機種取り扱っておりますけれども、ちょっとね今後もさらに取り扱いしていく予定ですね。そこら辺も注目していただきたいと思いますがですね、さらにちょっとヴィンテージコンピューターではですね、ヴィンテージコンピューターらしくちょっと考察を進めております。タワー型の Mac Pro なんですけれども、ミッド2010に、さらにね RE2009 もなんですけれども、CPU は最大でね12コアの 3.46GHz までアップグレードできると。メモリーも 2CPU モデルだったら最大 128GB までいける。SSD も PCI Express SSD を使ってですね、1TB 1.5GB パーセックという超高速 SSD も使えるとというようなことでですね、もうかなりいい高性能にねアップグレードしていけるんですね。まあ性能的にはね、現行のレート2013モデルをねてんこ盛りした状態まで、ねほぼ同等、もしくはね一部ではね、量ができるところまでいっちゃうんですけども、そこでちょっとボトルネックになってたのがですね、グラフィックカードなんですね。これまでですね、Mac Pro タワー型で使える、アップグレードできる最強のビデオカードというとですね、まあ、現在では事実上、こちらになっています。サファイアラディオン HD7950 ということでね、VRAM 3GB ということでですね、もちろん Mac Pro 標準のビデオカードと比べますとですね、かなりの性能アップにはなります。しかし、まあ、現行の Mac Pro レート2013ですとかね、あるいは最近のね、MacBook Pro の15インチなんかと比べるとですね、GPU 性能は、残念ながら、ちょっとね落ちてしまうということで、まあ、ちょっとここがね、性能上のボトルネックでもあったわけです。まあ、今回ですね、10.13.4 で eGPU が正式対応となったわけなんですけれども、まあいろいろサポートされてるね、グラフィックカード RX470、480、570、580、ラディオンプロ WX7100、ベガ56、こういったカードが使えるということはですね、まあ、OS 標準でですね、そのカード用のドライバーソフトが用意されてると
ういうことになるわけですね。それだったらタワー型の Mac Pro の PCI Express スロットにですね、これらのカード装着しても、ちゃんと動作するんじゃないかということでですね、今回はそのあたりを見ていきたいと思います。今回用意したカードがねこちらになります。はい、RX5808GB、MSI のね、製品です。本来ね、もともとは Windows 用に販売されているカードなんですけれども、今回 eGPU でね、Mac 対応したということになるわけです。RX580 かなりの高性能 GPU になるわけですけれども、サポートされてるね、グラフィックカード見るとですね、さらに高性能な RX Vega 56なんていうのもありますんでね、もちろん高くはなるんですけども、どうせならねそっちやったらどうだなんていう声も聞こえてきそうなんですけれども、実はちょっといろいろとね制約があるんですね。はい、外部電源こういったね高性能ビデオカードにはもう必ずといってほど最近はね、こういう外部電源ポートがあるんですけれども、Mac Pro 標準のですね、Radeon HD5770、5870あたりですとですね、5870ですとね、6ピンが2個ついていますね。ちなみにこちらは8ピンが2個、あ、じゃない、1個です。ちなみにね、最高性能のVega 56なんかになるとですね、これが8ピンが2個ついてたりするわけです。で、この6ピンと8ピンの違いが何かということになるとですね、12V を供給するということにはね変わりないんですけれども、6ピンは最大 75W、 そしてね8ピンだとですね 150W までいけるということになります。はい、従いましてですね、ここに 150W 分の電力をねぶち込めればいいということになってますけれども、 Mac Pro についてる電源コネクタね、6ピンで最大 75W なんで、6ピン8ピンのね変換コネクタケーブルなんていうのも販売されてますけども、単純にそれでね変換してもですね、やっぱりちょっと電力不足になってしまうということになります。ただ6ピン2個ありますんでね、それを束ねて 150W にすればですね、電力的には問題ないという形になります。はい、これね6ピン2個を8ピンに変換するケーブル、これを使えばですね電源的に問題ないわけですね。したがってこの手法でいける最大性能というとですね、この RX5808GB このあたりになりますんで、ここがねヴィンテージコンピューターとしてはおすすめのカードになります。Vega 56なんていう高性能カードはですね、やっぱりそれ以上に8ピン2個だったりしますんで、ちょっとねさらに大改造しないと使えないという形になってしまいます。はい、先ほどね RX580 を、PCIe16 レーンスロットに装着したところです。そしてね電源ケーブルもこちらねちょっと暗くて見えにくいですけれども、6ピンの2つを束ねてですね8ピンに変換して供給しております。これでね動作するわけなんですけれども、一つおすすめしたいのがですね、サブビデオカードを使った方がいいということなんですね。eGPU なんかでもそうなんですの場合でもそうなんですけれども、結局、OS がね、このドライバーソフトを読み込まないと、このカードは、画面を表示しないという仕様になってます。ということはですね、これ単独だと起動時の Apple ロゴも出ないし、オプション起動も出ないし、さらにはねリカバリーモードとかターゲットモードとか、その辺なんかも使えない支障が出るという形になります。そこでぜひね、一緒に使用してほしいのが、
例えばこちらの、これね、Mac Pro OR2009 用の標準のビデオカード NVIDIA GT120 なんですけども、まあこれのまずいい点っていうのはね、外部電源が必要ないということですね。Radeon 5770、5870なんかの純正カードですと外部電源必要なんですけども、まあ、すでにねここで全部使っちゃってますんで、これが使えないと、いうことで、この PCI スロットからの電源だけで動作するこちらのね、GT520 なんかがね、最適ということになります。で、こちらのねサブ、ビデオカードを使うことでですね、こちら側に接続されたモニターでは、起動時のアップルロゴも表示されるし、もちろんねリカバリーモードやターゲットモード、それからねオプション起動、そういった、もろもろのね、機能に対応するということでですね、このこういうタイプのものを使う場合はぜひね、こういう外部電源が不要な純正ビデオカードと併用というのがね、ヴィンテージコンピューターのおすすめです。はい、それではね、こちら2台のモニターにですね、それぞれのビデオカード、こちらがね、Apple 純正の GT120、そしてね Radeon RX580 をそれぞれね、接続して、おります。ちょっとねどんな感じになるのか、今ね、電源を入れてみました。はい、はい、今起動音が鳴りましたね。はい、いきなり左側がすぐね、明るくなりましたけれども、RX580 につないだ方はね、真っ黒なままという形になります。このモデルね、ちょっとハードディスクを使ってて、SSD は使ってないんでね、まあ、ちょっと読み込み、ちょっと時間がかかりますけれど、起動にね、時間がかかりますけれども、はい、ね、純正の GT120 の方だけ、はい、Apple ロゴが出ました。はい、ステータスバーも出てますけれども、相変わらずね、RX580 の方は何も表示されてないという状況が続いております。そして、ステータスバーがね、進んで、おります。はい。SSD モデルだとね、ピューッといっちゃったり、SSD だったりするとね、ピューッといっちゃったりするんですけども、やっぱりちょっとね、ハードディスクだと時間かかるなという感じですね。はい、半分あたりまでいきましたけれども、まだね、RX580 につないだ側のモニターには、反応がないと、大丈夫かなという気がね、ちょっとしちゃいますけれども、はい、あ、ここでね、右側光りました。そして一瞬暗くなって、はい、両側にね、MacOS ハイシエラの画面がね、しっかりと現れました。はい、それではね、ちょっとこれ見てみましょうかね。この Mac について。はい、MacOS ハイシエラ 10.13.4。これ Mac Pro ね、RE2009 なんですけれども、RE2009 もね、ファームウェアをちょっとツールを使って、Mac Pro 5.1 に上げてやると、ハイシエラも使えますし、このね、Radeon RX580 も使えるということになりますね。そして、グラフィックス、Radeon RX580 8192MB とね、ちゃんとね正しく表示されてます。これ確かですね 10.13.3 までのね、ですとちょっとこのね GPU がちょっとこういう形では表示されてなくてですね、やっぱり正規モデルだと、正規対応だとちょっと違うのかなという気がします。はい、システムインフォメーションを見ますとですね、 グラフィックス、GT120 と RX580 がね、それぞれ、やってます。はい、GT120 はですね、まあ4倍速スロットの方に入れてますけれども、はい、こちらね、ちゃんとね16レーンに、なって、おります。はい、
eGPU の場合はですね PCIe3.0 の4レーン、こちらの場合はね PCIe2.0 の16レーンということでですね、最大速度はこちらのタワー型の Mac Pro の方がね、実は2倍速いという形になりますんでね、性能的にもこのGPU の性能ね存分に発揮できるんじゃないかと思います。はい、というわけで今回はですね、eGPU で、Mac に正式サポートされた RX5808GB のビデオカードを使ってですね、タワー型 Mac Pro のちょっとボトルネックであるグラフィックカードをね、アップグレードしてみましたけれども、ちゃんとね見事に使えてます。で、まあ、ちゃんとね、便利に使うためのコースとしてやはり標準のビデオカード一つね、残していただきたいというところがあります。ヴィンテージコンピューターでは今回使用しましたね、のと同じ MSI の RX5808GB、そしてね Mac Pro で、使うための、電源、変換ケーブル、を販売しております。さらにはねオプションでちょっと割安に GT120 の純正のカードもね、選べるようになってますんで、Mac Pro 最大性能をね狙っている方ぜひ、チェックしてみてください。それでは来週まで、さようなら。